ここは私立洋蘭女学院、通称蘭女と呼ばれるこの女子校、創立以来財政界、文壇、芸人と各方面に多くの著名人を輩出している名門中の名門である。このいわゆるお嬢様学校の文化祭、百花祭では、毎年恒例の一大イベントがある。部活最高予算争奪戦メガファイトトーナメント。各部活動の代表が来期の予算と名誉を得るべく、ルール無用の真剣勝負により争うのである。クラブ活動という学校生活に欠くことのできない暮らし。少女たちが最も輝く季節、青春。その1ページをより充実したものにするために、少女たちはモテる情熱の全てをこのイベントにぶつけ合うのである。そして今年もその季節がやってきた。お父様、よろしいのですか？今日は来賓の方々が大勢いらして、皆さんのお相手にお忙しいのでは？野暮を言うな。実の娘の晴れ舞台、誰に誰もいるものか。お父様、狙います。目にもない。獅子は一頭を全力で倒してこそ獅子。お前らも見届けてくれるわ。はい。このメガファイトは大勢の人たちがいろいろな思いを込めて参加している。言葉に語りきれない思い、試合の中で聞かせていただくわ。はい、よろしくお願いします。進藤先輩、行くわよ。よろしくお願いします。1番目、ドン。Woo!
あなた、筋はよろしくよ。気を落とさずにね。でもこの子の運動能力は侮れないわ。この日が来るのを待ってたじゃん。先輩ともう一度戦える日をね。進藤先輩を倒すのは俺さ。他の誰にも渡しはしないぜ。光栄ね。後で買いかぶりだったなんて言われないよう、私も全力を尽くすわ。行くぜ！
見つけし、お手柔らかに、ね。御手洗さんは次期生徒会長だったわね。この試合であなたの実力試させてもらうわ。進藤先輩、よろしくお願いします。あなた、筋はよろしくよ。
さすが、お和田流名取のご息女ともなれば、武の道もなかなかのようね。新道先輩、今日ばかりは宗家非応人の限りを尽くさせていただきます。お覚悟。いざ一本目どう。あなたとの戦いは私にとっても大きな試練だった。お互い今年が最後の2回、決着をつけましょう。北条さん、金堂、今年こそお前を倒す。因縁の対決再び、金堂玉木対北条虎に。事実上の優勝決定戦とも申せましょう。注目の一戦です。おっ、ダイナマイトカー！
これは前年度準優勝の宝蔵トラミ戦士、無念の敗退であります。神道先輩、言っとくけど胸を借りる気なんてさらさらないよ。本気の先輩に勝ってこその優勝だしね。今年の1年生は元気がいいわね。でもメガファイトトーナメントの厳しさを教えるのも先輩の務め。手加減はなくてよ。本気でいくよ。いよいよ今大会も残すは決勝戦のみとなりました。果たしてメガファイト王座の栄光をつかむのは誰か。今決戦のゴングが鳴らされようとしております。神道先輩、私先輩を尊敬してます。はっきり言って先輩は私の憧れです。でも私は負けられません。全力でぶつからせてもらいます。よろしくてよ、全力でかかっておいでなさい。1本目、どう？背中から行くぞ！
優勝者、テニス部代表、進藤珠輝。はい。メガファイトトーナメント3連覇、ついに成し遂げたな。おめでとう。ありがとうございます。これからも精進を怠るなよ。はい。私の青春メガファイトトーナメント、多くのライバルたちと競い合ったこの思い出を私は忘れないわ。